こんにちは、ブルーホースです。ということで、100年目に破産する社長、ブルーホースやってまいりたいと思います。本月もさ、年度明けても頑張ってるね。生ハーゲン新幹線を使って私のもとにたどり着くことは果たしてできるのでしょうか。たどり着く気満々でございますね。こいつ、また来やがった。もう落語は私です。泣いてやる。うわぁ。20億、もうなんか年始明けてからそこで20億奪われたらもうテンションだら下がりでございますよね。ということでやってまいりましょうか。もう本当に泣きすぎてさあ、ほんとお前しれっとゴールしてんじゃねえよ。あれいつまでちょっとこの見たの、うわあ連続でゴールしたのにもうテンション下がりまくることがいっぱいあるじゃねえか。もう泣きすぎてしょ。もうさあ、もう私の足元から黄色い液体がサラ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 やってるのよ。ああディッカバテルでございますんでご安心ください。うやい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 や、マジかよ。さあということで動画もらうことができました。よきずでさらに元の様何もしなくても41億なんですね。はい、20億奪われたところでプラス20億。そう、これがただでは転ばぬ男ブルーホース社長なんでくせ、ありがとうございます。ということでさあ次はどこに行くのかな。たったったったかなった北海道松前、松前漬け美味しいでございますよね。私あのスシローに行くと必ず松前漬けの缶軍艦を食べるのが癖でございます。まあ嫁さんも大好きだから一緒に頼もうかっていつもね、あの回転寿司屋さんとかに行ったりするとね、なんかたくさんの種類をみんなで、うわめちゃめちゃ近いですやん。お、しかも4等当たった、22億、ああ、おめでとう。それでもマイナスなところがお前の運の好きだけどな。さあ、ところでぐるぐる、でもこいつのところに近づくのめっちゃ嫌なんだけど、めっちゃ近いんだけど、モピラさんの空使いでは、はい、今22億稼いだところでいった、果たしてどれくらいの103億5倍になって帰ってきましたってところで、あっ、神様にどんな救いを。しても100億以上を即知れるものをチャラにしてやるよと思うが、いやーそこはチャラにされたところでさ、どうせまたおお10億カードをさどのタイミングで使うのかな。いきなり使ってすし速攻にマイナスになるってね。おめでとうおめでとう、ありがとう、センキューベイビー。さあということでこいつ俺も追いかけてくんじゃん。じゃあ早速いきます。さようならバイバイ。16速攻で出します。14ギリギリ足りましん。ちょ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 いいだろう。じゃあ俺の方から突っ込んでってやるよ。オラ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 、ゴミ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 。おーし、じゃあオッケー、いいですね。いつもなんか500億以上のなんかもう金を守っているということで、70億ってなんかちょっと切りがいい。70か70億って、うおー特許カード使ってさ、どっちに向かってくる、俺の方に来ることは、なんでぴったりの数字を出すねんな。出してなかった、びっくりした。今14って数字に見えたら13だった。焦った焦った。もうちょっとこうゆっくり行動してくれませんかね。なんで俺のさ、そのさ、まあ、足元にデカビタを垂れ流すようなことをさ、お前も知れって43億も持って稼いでんじゃねえよ。飲むヨーグルトは結構美味しいんだな。さくらんぼ農園はたまらないんだな。アメリカンチェリーいつ使うのかよ。何にもったいないことしてんの、バカなの。どうせまた借金背負わされるしさ、お前ゴールすることもできない。ゴイゴイ、めっちゃ俺になすりつけていきますやん。残念でしたね。俺になすりつけていただいたところでね、サイクロ使ってコロコロ26、めちゃめちゃ進みますやん。めちゃめちゃ進むんだからこうやってドインってなすりつけ直して、うわーどちらにせよ赤にしか進むことがこれっぽっちもんだい。ゴリゴリと進んでなんかいっちゃいちゃい、意味もなくお金を減らされるっていうのだけは勘弁してほしい。どうせなら私物件が欲しい。もう落語がいねえか。新幹線カード使って、どうせ俺の元にやってくるんだろ。くるくる回ってよ、あなた。おお、いいですね、陽気社長。おめえの身ぐるみ入って持ち金半分、いいえ。でも、はい、はいで喜ぶほどのお金も持ってないからね。はい、もうあそこをびちょびちょに濡らしといてくださいな。よっしゃ、行きましょう。で、ボンビーにつきたくないからギリギリ手前で止まって、寸止めプレイってか、でもたまらないですよ。まあね、ダミを、手を離れた瞬間さ、あ、やめてって。そうだよね。で、お金をマイナスにすることの方が、キングボンビーになすりつけられるよりも、わしなのかところでらいただけよ。さあ、いただきましょう。何をいただきましょうか。おー、武器をさら、武器をさらばって何なんだ。本当に武器、本当に武器をさらばって何なんだ。これ、向かいたいんだけどさ、8を出すことができなかったらさ、これどうなんだ。特急集で、はい、8。めちゃめちゃ数字出しますやん。ここたどり着くことはできない。あー、宝くじでもな、これを今向かってったところでダメだもんね。こう、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 こう。これでいいのかな。これで青森たどり着け。あ、よかったよかった、青森。青森のお蓋の裏、ベロベロねぶた祭り、白い美術館。どうなんだろう、あの白いものしか浮かんでこないとか、そういうオチなのかな。結局こいつ、俺になすりつける。もう俺とさ、陽気妃もうめちゃめちゃ泣いてんだけど、陽気妃に関しては上から涙、下から洪水なんだけど、どうする本当にもう。もう俺に関してはもうデカビタが垂れまくってるんだけど、大丈夫かな。で、これ俺についたってことだよね。そうだよね。で、ゴールに向かいたいんだけど、あ、だよね、そうなってくるね。荒井選手頑張ったね。おめでとう。
よっしゃ、プロ社長さ、お前、税金、え、やっと税金たくさんありがとう、皆様。でも私は、この稼い、いただいた税金はですね、国民の皆様に、プラスにですね、還元していくという目標のもと頑張ってまいりたいと思いますので、とりあえずこっちにお前になすなすしておいて、で、こっちに向かっていきましょう。ほい、ほい、ほいと。はい、オッケー。なんだなんだ、いいですね、いいですね、はい。そう、還元していくためにも、たくさん全国に散らばっている物件を私が購入させていただいて、経営権を手に入れることによって、皆さんに仕事を供給していて、そして、がっぽりと稼いでいただくという、そういう感じでございますね。そういう流れでくっつけていくんじゃないよ、勘弁してくださいよ。しかもこれ、ナスナスされて、あい、龍飛に行ったら、あい、タッピって言うんですね。はい。タッピですね。虫が皮を向けることが、タッピって言うんですけど、皆さんご存知ですか？にはギリギリたどり着くことができない。そして、黄色、漏れちゃうぞ、福袋。あ、いいですね。福袋、確か持てるだけのカードを持てるっていうさ、なんかアイテムボックスみたいな、アイテムボックスじゃない、アイテム袋みたいな、そんな感じのあれじゃなかったっけ。ちゃら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 、ロット当たらないよりは当たった方がいいですよね。11億6千万円。さあ、ここでものすごく醜い争いが始まっている。あれ、ちょっと待って、なんで俺についてんだ、なぜ俺につけるんだ。あ、違う、ちょっと待って、これ今さ、誰にどうついてんのこれ。よくわかんないんだけど、あ、違う、俺のボンビーをさらってってくれた。え待って、マジでよくわかんないんだけど。まあ、とりあえず俺が1を出せば全て万事解決っていうことですね。はい、出しました。ありがとう、松前さん。つきましたね。ちゃっちゃからちゃっちゃー。ちゃっちゃっちゃ。パーッとかパーッとかパンバーツバイについて、いやー、いいですね。これなんか風情のあるなんかこう朝ドラとかに出てきそうな感じのね、服装を皆さんしてらっしゃるってことで、はい、陽気日社長、多分これは順位が上の方についたってことだって、同じマスにいるんだもんね。ってことはあれだよね、陽とラーであれだよね、順位とかうんうん関係なく、多分なんだろう、シンプルに松前藩は松前が、え、あ、もう独占してるんだ。寄らなくていいですけど、なんかくれよ現地の人さんよ。俺頑張ってここまでたどり着いたんだぜ、めちゃめちゃ頑張ってさ。はい、ドゥードゥードゥー、さあ、全てを失うがいいよ。ボンビラスな世界では物件はいらぬのだーっつって、ああ、そういうことか。なんか、毎回さ、その最初にいたずらするときにさ、そういう表記が出るのにさ、いつもさ、ボンビラスの方の世界に連れて行かれるのかなって、すごい楽しみになるのにさ、じゃあ、今買った物件も全て一瞬手放していただきましょう。なんだ、63億なんて大した額じゃないって、どっかの誰か100億一気に借金背負わされてんだからさ、ああいうところで全ての独占を失って、売ることによって、はい、借金20。でも、ついにこいつも資産マイナスになってってるんじゃないか。農林水産省も全部手放してってるって話だもんね。でさ、あ、ここに行けばね、うわ、しかもこいつ、しれっとなんか、お金を持っているうちに使いましょうって、幕末軍艦って。いいですね、いいですね。ということで、今10月ですね。ということで、私はさっそく、この場から、おにゃんにゃします。にゃんにゃんします、にゃんにゃん。さようならば、祝い。俺はこいつと、でもちょっと待って、マス目がどんどん増えていきますな。マス目がどんどん増えていくんだけど、まあ、こういう場合は仕方がないですよね。カードを手に入れて、フークブークのリトルデビルカード、うわーおー、俺の金を取っていくってか。まあ、それで死人代みたいが少しでも潤うのであれば、俺は喜んでデスノートに名前を書かれることだけは勘弁してください。マックスで23日しか行くことができないんだからさ。でもデスノートってちょっと欲しいよね。なんかさ、ほら、誰かを殺すとかじゃなくて、その殺す対象になる人のことを操ることができるっていう話でしょ。だったらもう銀行預金全部抜いてさ、抜いちゃってさ。んでさ、自分の口座に振り込ませてさ、でもさ、なんか直前になるその口座とかのその情報とか見てさ、あ、ブルーゴスさん、あなたが犯人ですねとか言われたら、なんかすごいたまらないんだけどね。まあ、だから絶対に俺が犯人だって。バキュームカードって何だったっけ。あ、全国の、40枚。めちゃめちゃ40枚買いなすやん。何あれ、全国にこう、広がったうんちを全部吸って、自分のお腹の中に蓄えてて、便秘になります。ズンズンズンっていう、そういうお話になってくるのか。よくわかんないんだけどな。バキュームカードっていまいちよくわかんないよ。でも、なんか、こう、お金を吸い取るのか、うんこを吸い取るのかっていうところなのかもしれないですけど、とりあえず進化接種で、まあ、70何マスもあるんだから、とりあえずどんどん進んでいかなきゃいけないですよね。ということで、陸路をどんどん進んでいきましょう。で、これ進んでいくところで一体何が待ち構えているのかっていうところなんですけど、どこまで進むか。あ、新潟県まで進めるんですよ。じゃ、新潟県まで進んじゃう。サッカースタジアムが開始なんですか。なんたる贅沢、雨嵐。やった、ありがとう、買いましょう。ありがとう、ありがとう、サンキュー精神、ボビー前浜さん、大好きでございます。あなたの YouTube、更新されるために必ず見ております。あなたのおかげで、私、家族と共にですね、楽しい、優雅なディズニーランドをですね、ディズニーランドとかディズニー生活を過ごすことができておりますが。は？お前誰？絶対悪いことしかせえへんやった。でも、センスに悪って書いてあるよ。悪よの、いちご屋怪人大官、新潟いちご屋。いつものを持ってきた菓子より、そこに金軸輝く。ゴミやけど、俺、紙か。いくらですか？
12、120億。なんだよ、なんだ、それだったらもうすぐにペイペイで払うから。いいよ、全然、そこのくらいペイペイで払うよ。はいはいはい。え、ごめん、今めっちゃ見逃してたんだけど、20億相当のリゾートホテル、あれこれはマジで手に入ったのか、それとも、しかもあれ今なんかリトルデビル全然仕事しなかったんじゃない、いつもなんか数千万のさお小遣いだけ重なってってさ、ちょっとでも死神界に貢献をつって大魔王様、いやー隕石墜落、何これ、車体ごと潰されたみたいな、近くにいたさ雷神社長もあれなんだよ、豪太衆なんか20だな、ではわしも行くぞ、38なんだたった4系の3億8000万だったらもう全然あれだよね、あでもそろそろさ、どうやってさ、その自分のなんだろう、その借金生活を背負っていくように仕向けていったらいいのかとかっていうのもさ、まあまだまだ早いかもしれないけど、なあちょっと作戦としては考え始めておいてもいいかもしれないですね。てか、ゴリゴリゴリ、使いつく、わーおー、そうだ、こいつが2800万を奪っていくんだった。4億で2800万だったら、何ターン持つ ?15 ターンくらいか、しかもこいつお金前ですね。木もボコボコやん。前半戦すごい良かったのにね。1位にもなったりとかしてたのにさ、やっぱりこうあれだよね、人のことを蹴落としてさ自分が稼ぐことばっかり考えているっていうような人たちはね、誰もね救いの手を差し伸べませんよっていう、そういう話っていうことだよね。まあやっぱ諸行無常の響きありって話ですよね。因果応報ですよ。残念でしたね。ということで、陸路をどんどん進んでいきましょう。チャーチャー。よっぽくだったら今ね、買えそうな物件がないんだよな。めっちゃ買える物件あったわ。よっしゃ、ミルキーウェイ、ミルキー女王水田、どんな、エロすぎる。女王がミルキーなんだぜ。女王がミルキーってもうやばいじゃん。もう滴りまくってんじゃねえか。あ、でもあれかな、赤色のろうそくとかを垂らしてくるタイプのやつなのかな。じゃあミルキーじゃなくてレッディーだけどな。さあ、もう開き直って、もうどんどんマイナスのお金を稼ごうとしていってますよね。マイナスのお金を稼ごうとな、おー、おめでとう。なんかバキュームカードを手に入れたんだけど、バキュームカードって何？あ、これでだからどんなカードなのかって、よかったね。新幹線周遊手に入れて欲しかったんだけどね。はい、さらに借金生活を背負っていきます。これですっごいなんかこう、急降下してそうなんだけど、でも全体のあれが3億だから、3000億だからさ、たかだか100億程度のさ、借金とか100億、200億の借金だったらあんまりあれなんだよね。線路上の運賃を取り除くことができます。あー、なるほどね。じゃあまあ、運賃をなんかポコ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 生やしてくるような場合があったら、まあ、ちょっと使ってったらいいかっていう話なんだけど、カード買いましょう。カードめっちゃ買いましょう。買う。チャ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 、なんかギャンブル的にぶっ飛びカードを手に入れてもいいかもしれません。ポイントで、今なら1億9000万円持ってます。1億9000万円で、じゃあ特急カードも手に入れて、これを使い切ったタイミングで福袋とかをなんかやっていきましょう。4500万円。お金が取られました。1億7000円。なんとかなりますよ。さあ、3月ですね。さあ、ラストステートメントですね。最後に言い残すことはありますか？私、ミルキーウェイなんです。よかったね。こんなマイナスが垂れ込んでいる中でさ、ギリギリのねプラスのお金を手に入れることができて、なんとかよかったじゃないですか。でね、まあ決算を迎えるということでですね、いくらかのお金が入ってくると思いますんで、それでなんとか楽しんでってください。ということで、特急カードで飛んでいきましょう。じゃあ今回はちょっと陸路でいきます。なぜなら皆さんが遠いから、そんなに焦っていく必要もないのかなと思ってますんで、四万十川でね、しっかりとラフティングをして帰っていこうかなと思います。じゃあ、淡路島買いましょうか。じゃあ、玉ねぎパークいっぱい買いましょう。玉ねぎ。吹き出し屋500万。へぇ、500万の物件とかもあるんだね。さよなら、バイバイ。チャーってなっちゃ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 174億。あれ、なんか微増だな。もっとめちゃめちゃ買ったような気がしたんだけど。はい、2500億突破。いやー、もう本当に雪だるま式にどんどん増えてきますな。ついに総資産がマイナスになってしまったやつもいるけど。あと、雷神さんはあれだね、マイナスからこっちにゴリッと戻ってきたということで、なんか、まあ、プラスになったんで、よかったじゃないですか。はい、ということで、無事28年目、八村塁の背番号を手に入れることができました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、来年もお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。